どうも、みなみなさま、こんばんは、すすです。今回はですね、やっとやってまいりました、体験版アンセム。2月2日の、午前2時から、スタートした体験版になるんですけれども、まあ、それが、まあ、今、クエストをすると、まあ、アプリケーションエラーで、まあ、配信がほぼできないので、まあ、ちょっと動画を出そうかなと思って、で今からやっていくわけなんですけれども、まあ基本的にこれ終わったら、100%、今のところ5分の5ぐらいでアプリケーションエラーが落ちて、まあ毎回落とされるわけなんですけれども、まあそれがどのクエストかっていうのは、まあ自分の場合はですね、やっていきたいと思います。これなんか家の回線状況によるっていう話もあるので、まあ皆さんがどうなるかはわからないです。このスカーズの兵器を、製造に終止符を打つってやつが、まあ比較的自分は、まあアウトになりやすいってところになるんですけれども、で、今回は多分タイトルかサムネ、多分タイトルかな?タイトルに多分入ってると思うんですけれども、火炎放射器とこの火炎の炎の壁の組み合わせがめちゃめちゃ強かった。個人的にこれ強くね?と思ったので、まあやっていきたいと思うんですけれども、まあ虫以外に使う場面はないので、基本的にボス戦のとこのみ、ちょっとやっていきたいと思うんですけれども、まあ基本的に飛ばします、このあたりは。もうボス戦まで行きますので、ご覧ください、どうぞ。ちなみにボス戦まで飛ばしますと言ったけれども、これはもうボス戦の動画です。まあなんでかっていうと、クリップを取るのをミスりました。はい。はい。ミスりました。というわけで、まあ、普通に遊んでた時に、適当に遊んでた時に取れたやつを、まあちょっとやっていこうと思うんですけれども、まあ、こういう風に上から出てくるやつで、いろいろとちょっとちょこちょこお話をしていきながら、ちょっとやっていきます。というわけで、まず、ここからダメージが当たります。で、こういう時まで自分は結構貯めるんですよね。この必殺技。それは、開幕にこいつをぶつけて、この横の、なんだろうか、この膨らみを壊して、そのダメージが通る箇所をちょっと増やしたいから、まあ結構渋ってここら辺までやらないといけないんですけど、まさかの正面にこっち来ちゃったんで、まあちょっとあんまり当たらなかったんで、仲間が当てたか自分ので砕けたかわかんないですけど、今ちょっと、まあ横の部分が、まあ砕けてたと思うんですよ。まあ、あそこの、まあ、通るようになったので、まあ、ちょっといいかな。まあ、ちょっとどっちでもいいかなっていうのはあります。まあ、自分がやろうと仲間がやろうと、結局それは、まあ、みんなの手柄ということで、そういう風にしてくださいっていうことって、まあ、とりあえず、ああいう横を壊して、まあ、結構、まあ、何?ダメージがアサルトで通るところをちょっとやっています。で、なんでアサルトかっていうのは、サブ武器がショットガンになってくるので、まあ、近距離武器、火炎放射器とか、まあ、そういう炎の壁とかやると、どうしてもちょっと中遠距離、飛んでる、なんか AR 撃ってくるやつとか、マシンガン撃ってくるやつの、まあ、対処がちょっときついので、SR でもいいんですけど、ちょっと自分の、この、コロスケちゃんがあんまりその、ガードが硬い、モッドをまだ持ってないので、まあ、多少ありますけどね。多少ありますけど、まあ、やっぱり、ガンガンいけるようなのはないです。で、今見ていただいて分かる通り、火炎放射器と、まあ、この壁の組み合わせ。この壁で、まず、ちょこちょこダメージやって、この、さらに火炎放射器でダメ押しをやっていくと。まあ、ちょこちょこさっきのアサルトのとことか話していこうと思ったんですけど、まあ、興味ないですよね。ぶっちゃけ。大丈夫じゃない?武器の組み合わせって。好きなのも机いいのよ。で、さっき今、わかるか、ちょっとまた難しいんですけど、この雲がひるんでる時のダメージが入るところは、膨らんでる丸いところなんですよ。で、起きてるとこは、壊れたくぼみになるんですよね。これがまたちょっとなんかこう、起きてる時と、なんかダウンした時で、なんか当たりのダメージの急所がちょっと変わるので、まあ、ちょっとめんどくさいですね。で、こういう場合。こういう場合は、その、ひるんだところっていうか、その、くぼみ以外のところは、割とダメージが通りやすいんですけど、まあなんか、ダウンとあれで変わるみたいで、ちょっとめんどくさいですね。
で、まあ、溜まったら即使ってダメージ削って、あとは上の方にやっていくと。でこういう、まあ、適当にちょこちょこ削りながら、まあ、雲が出てくるんですよ。まあ、雲が出てくるところに、まあ、狙いを定めて、どこだどこだってやって、赤い点が出るんですよ。そしたらもう急いで行って、まずこれをやります。で、めちゃめちゃ食らってるところにダメ押しのファイヤー。これで、正直一人でここを完封というか、一匹も逃がさずに抑え込めます。まあ、そんなに仲間いなくても、一人でここの部分は抑え込めるんですよ。まあ、間に合えばですけど。で、その火炎放射の、まあ、ある程度いいタイミングになったら、もう一回また壁発射して、ダメージ削って、で、終わったらこいつがまた出てくるんで、で、右下を見ていただいたら分かる通り、もうそろそろまた必殺技のゲージが溜まるんですよ。これって敵を倒せば倒すほど多分溜まりやすいシステムになってるのかな。まあ、かなり多分それっぽいやつになってくるので、はい、もう溜まりました。なので、あれで壁でダメージ与えつつ、炎の火炎放射器でボン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 やっとけば、まあ必殺技も溜まるので、かなり強いです。正直マジで強いです。おすすめします。この必殺技溜まるっていうのがかなりでかくて、やっぱりね、7000、8000がかなりね、簡単にポン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 3発撃てるっていうのは、まあ強いじゃん、普通に考えてね。2万4000がこの割とポン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 出たら、そりゃ強いでございますよ。はい、そりゃ強いですよね。まあそれを、まあそういう必殺技を、まあサイクルが、まあ回るようにもなるのが、まあやっぱり利点かなと思います。で、まあこれ場所よくわかんなくて、なんかこうまあ、もたついて出てきちゃったんですけど、まあ、結局、まあ、火炎放射器強いよねっていう話になってくるんですよ。で、あと余談なんですけど、これなんか人によっては多分なんか、どこから湧くか分かる人がいるっぽいんですよね。なんか野良でやってて、完全になんかもう当たりつけて、出る前から待機してる人とかいたんで、もしかしたら何かしらのパターンはあるのかもしれないです。そういう出現パターンみたいなのが。まあ、ちょっと自分は分かんないですけどね。自分はなんか適当になんか解放射器強い、コロスケ強いんごって言ってやってただけなので、まあ、ちょっとそういう出題っていうか、まあ出てくるパターンとかを考えながらやってたわけではないので、まあちょっとそこら辺は知ってる方がいれば教えていただけるとちょっとありがたいです。で、あとはもうなんか適当に足元になんか出てきてるやついたら、解放射器じゃねえや、炎の壁もやって、あとは適当にパラ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 やってれば、もうタイラントちゃんの、まあ、体力がもう、まあ、あと1割程度になってくるので、まあ、ちょっとあの入り口、さっき出てくるところに炎の壁とか、まあ、解放射器で、まあ、必殺技ゲージがあまり溜まらなかったんで、まあ、今回遅くて、で、まあ、下処理しようかと思ったけど、まあ、直接倒したがよくねというわけで、まあ、タイラント撃破なので、まあ、位置さえ覚えれば、もしそういう位置があるのであれば、まあもしかしたらソロ攻略もできるかもしれないです。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。